ようございます。3月29日金曜日の朝です。今朝は雨風が強くて嵐のようなお天気です。でもゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。今日最初に仰向けになったこの感じ、どこに一番最初に気持ちが向きましたか？それは痛いところでしょうか？違和感、なんか違うなっていうところなのか、例えば、あ、今日はすごくいい感じだなとかですね、最初の印象はどうだったでしょうか？肩を左右交互に持ち上げてください。楽に楽に。呼吸は乱れていませんか？はい、では頭を左右に傾けてください。はい、動きをやめて両膝を立ててください。両手は天井に向けて持ち上げて、手は肩幅、手のひらは向かい合わせにしてください。今週この動きですね、手が天井に近づくことによって、指先が天井に近づくことによって肩が持ち上がって、この持ち上がった肩が耳の方に動いたり、腰の方に動いたり、この動きでやっていただいた方からコメントをいただいたのですが、耳に近づけるときにこの首がぐっと痛くなるとか力が入ってしまう、例えば腰に近づけるときに腰にぐっと力が入ってしまうというコメントをいただきました。ハーモニー体操では、まあ、痛いところから逃げてください、逃げてくださいというふうに言っているのですが、例えばこの場合、肩が耳の方向に動くときに耳はそれから逃げていく、逃げていく耳を追いかける、そういうふうに考えたらどうですか？耳と肩がぐっと近づくのではなくて、肩は耳の方、耳はそれから逃げていく、そしてまた戻る、肩は腰の方に動くけれども腰はそこからまた逃げていく、そうするとぐっと筋肉が収縮することなく肩が、まあ、上に行ったり下に行ったりが少し楽に動けるのではないでしょうか。ちょっとやってみてください。腰や耳は逃げていく、もしかしたらそれの方が体全体の動きが楽にできるかもしれませんね。言葉っていうのは大切ですね。はい、ではゆっくり手を下ろして右側と左側を比べてください。肩周りの厚み、肩甲骨の形、どちらがクリアに感じられますか？腕の感じ、腕はどちらの方が床にしっとりとついているでしょうか？
ではもう一度両膝を立てて同じような体勢をとってください。今度は左ですね。左手の指先が天井に近づいて、肩が耳の方向に行きます。耳はそこから逃げるように右に傾けていったらどうですか。そして最初のところに戻るときは顔も手も最初の位置に戻ってください。そしてまた肩を持ち上げて、肩は腰の方向に動きます。腰はここであばらを縮めるのではなくて、腰も逃げてください。そしてゆっくり戻ります。左肩を持ち上げて耳、そして持ち上げて元の位置、持ち上げて腰の方向ですね。腰や耳は待っているのではなくて逃げるように動いてみてください。そうするとぐっと筋肉を固めることなく、そして体全体がゆったりと動く、そういう動きになりますか。行ったり来たりしてください。体全体が柔らかく柔らかく動いてください。はい、では一旦手を下ろして両手両足を床に預けてください。呼吸をゆっくり2回3回ぐらいしてください。また同じような体勢をとって、今度は左右交互にやってください。頭上に3歩、そして足元に3歩動いてください。では、右肩を持ち上げて耳の方向、左肩を持ち上げて耳、もう一回 右の肩、左の肩、右の肩、左の肩。はい、ずいぶん移動しました。では今度は左の肩から足元の方向に動いていってください。ゆったりと優しく指、手首、肘も柔らかくしておいてください。そしてはい、元の位置に戻ったでしょうか。今度はこの尾脊骨から頭蓋骨までつながっている背骨を想像しながら同じように動いてください。右手が持ち上がって右、左手、右手、その時に背骨がどんな動きをしているでしょう。右にカーブしたり左にカーブしたりという動きがあるでしょうか。では戻ってください。体全体が柔らかく柔らかく動いてください。ではもう一往復しますけれども、その時には手は本当にふわっと浮かせておくだけ。この背骨の動きが動きのリーダーになってみてください。背骨が動きます。背骨。はい、下に行きます。背骨。どうでしょうか。
く動く必要はありません。こうやって床の上を柔らかく動いてみてください。痛いところからは逃げるように。はい、もうもしかしてスペースが小さい方はもう1個行って1個下がる、ただこれだけで十分なので。はい、ではゆっくりと両手両足を伸ばしてください。床に体を預けてください。今日最初に仰向けになった時と比べて、体全体と床との接地面は何か変化がありましたか？肩を交互に持ち上げてください。はい、では頭をゆっくり左右に傾けてください。はい、動きをやめて起き上がってください。いかがだったでしょうか。このもともとこう肩甲骨を移動させていくんですけれども、肩周りだけではなくてこの胴体全体の動きになって体がポカポカと動き出しませんか。今日は午前中はこのような嵐のような天気ですけれども、午後からはパッと晴れて気温がぐんと上がって桜がポツポツと咲き始める、そんな予定です。土日はとても春の天気になるということですので楽しみです。では良い週末をお過ごしください。いってらっしゃい。